いはい、私だよ、近所のおばちゃん。忘れてもらっちゃ困るよ。私が親戚のお産の手伝いで中に帰ってる間に、町の噂じゃあの新一とかいうひょろっとした間抜け面が女優の七尾そっくりなマリアと婚約したって言うじゃないか。私に任せてくれりゃマリアにはもっといい男を世話してやったのに。とにかく噂が本当かどうか確かめなきゃ。お邪魔するよ。三菱自動車ピートの不思議なガレージ。このお話はドライブユアアンビション三菱自動車がお送りします。あ、おせっかいな近所のおばちゃん。ちょっとどこから入ってきたんですか。裏の木戸だよ。年中開けっぱなしじゃないか。不用心な屋敷だね。何の用です。あんたがマリアって子と結婚したって噂が本当かどうか確かめに来たんだよ。でもそのにやけようじゃどうやら本当らしいね。ああ、結婚記念の品まだ渡してなかったですよね。ちょっと待ってください、今取ってきますから。僕らの結婚そんなに噂ですか。街中が知ってるよ。先週博士がこのガレージからお祝いの花火を1万発も打ち上げたからかな。 あった、これ結婚記念の目覚まし時計です。どうぞ。もらえるものは何でももらっておくよ。博士はいないのかい。マリアさんと一緒にキャンプ用品を買いに町に行きました。キャンプ？マリアさんと相談して新婚旅行は山猫冒険団らしくキャンプに行こうってことになって、それもせっかくアウトランダー PHEV があるんだからキャンプ場じゃなく道なき道を進んだ山奥ですることに。ほーん、キャンプね。おばちゃん、そこのペグ取ってもらえる？あんた誰だい、見たことあるね。ああ、そうだ、テレビでハゲ坊主と一緒にコントやってる。バイキングの西村瑞希ですよ。それそれ、あんた先月アメトークのキャンプ大好き芸人でフライパンやボールを重ねて一つにしちゃうスタッキングとかっていう技見せてただろ。あれすごかったね。西村さんはキャンプの専門家なので博士がコーチとしてお招きしたんです。さっきから山奥でキャンプするコツを教わっていたんですよ。あ、おばちゃんもいろいろ教わったらどうです。いいね、こう見えて私もアウトドア好きだからね。この前テレビで見たんだけど、あのスタッキングってどうやるの。スタッキングはですね、鍋とかをねコンパクトに重ねることなんですけども、でそれも違うメーカー、いろんなメーカーの鍋とか100均で買ってきたザルとか、それをねちゃんとサイズを測ってぴったり重なるように収納するのがめちゃめちゃ気持ちいいんですよ。測るの。あれ測ってます、ちゃんと深さとか。深さと、はい、直径とか。細かいですね。いやね、それ気持ちいいんですよ。むちゃくちゃ気持ちよさのために。はい、いやそのためにっていうか、まあ必要な道具はねやっぱいろいろまとめて収納できたらいいなと思ってて。あれどうなるの、何個ぐらいがどのくらいにキャッてなったり。10以上はありますよ。まあ鍋2つ、蓋でしょ、あとね食器代わりにもなる小さい鍋、まあ火にかけれる鍋。鍋好きね。それがいるんですよ。これはこれ取っ手がついてて食器代わりになる。あ、1個です。あ、1個。それが3つ、うん、あと平皿2枚、うん、で醤油皿みたいなのと、うん、おろし器、大根とかおろし器。あ、そうです、そうです。それとザルとボール、それが全部1個になる。ならない。なるんですよ。ならない。いやいや見てくださいよ、なるんですから。え、そしたら、うん、かなりコンパクトになって1個分で10個収納できる。そうです、そうです、そういうことですね。すごい。その1個にして巾着袋に入れてキュッとこう締めると。はー、はあ、すごい。誰が考案したの。それは僕ですよ。西村さんすごいね。ああ、西村さんはそのキャンプどの辺を狙って あここいいってやるんですか。車で山の細い林道を通って、あ、ここできそうだなっていうところでやったりとか。誰もいないんです。誰もいないですね。やだ、なんでそこで泊まるんですか。それより自然を感じられるからですよ。はあ、
野に帰りたいんですよ僕は。野に帰りたい、こんな仕事してて、はい、あら、結構標高高いとこまで行っちゃうんですか。あ、標高高いとこまで行きますね。え、大体どのくらい。気温が下がってくるじゃないですか、山の上の方行くと、うん、なんか空気が変わるんですよ。だからまあ1000ぐらいはあると思いますよ。空気変わるの、それいいですね。いいでしょ。うわー、山奥来ちゃったっていう感じがするんですよ。季節的にはいつ行くんですか。僕が好きなのは冬ですね。冬、はい、一般的には夏じゃないですか。ですよ ね僕は10月から3月までが僕のハイシーズンですね。空いてそう。空いてるんですよ。それもありますし、人がいないのはやっぱいいですね。じゃあおすすめの場所とかあるんですか。秩父の方ですかね。あ、埼玉県の、はい、でもそこって本当に誰も来ないのかしらね。あんま来てないと思いますね。なぜならですね、秋とか紅葉の季節あるじゃないですか、落ち葉がバー落ちてるんですけど、お、誰も足を踏み入れてないからふっかふかなんですよ。なんか自然の絨毯、かっこいい。本当、はい、で紅葉も楽しめますし、でそこに行くにはちょっと川をね渡らないといけないんですけど、うん、まあそこの所有者の人が木でね、なんか丸太なんかで橋をね作って渡られるようにしてくれてたんですけど、歩いて、はい、それいつしかね、その木が朽ちちゃって橋なくなっちゃってて。なくなるよね、朽ちたらね。なくなるでしょ。なんかまあ大雨とか降って流されたのか分かんないですけど、だから今はねその川を膝上ぐらいまで使って、その川を渡って行かないといけないんです。荷物を頭の上に。頭ってまあリュックとか。あー、はい、ハードですね。いや、なんかハードですよ。え、じゃあ洋服もびしょびしょになりながら。下はびしょびしょですね。流されたらどうするの。流される時は行かないですよ、そんな急な時は。そこは行かない、はい、ちゃんと晴れたね日に行きますから。賢いなキャンパー。やっぱハードキャンプするにはね、まあそこがね、逆にそこまでしてやらないといけないっていうプレミア感っていうか。でもそういうとこってクマが出てきたりとか、はい、イノシシに突進されるとか、はい、ないのかなと思っちゃうんだけど。僕もねそれを思って出てきたら怖いなと思ったことあるんですけど。対策とかもなし。秘密兵器がありまして、はい、狼のおしっこっていうのがありまして、はあ、はい、ウルフピーって言うんですけど、そのまんまですね。ええ、そのまんまなんですけど、はい、これはネットで売ってるんですよ、はい、マジ実験なし 100% のウルフピーが。本当、はい、これは誰が取るのそれ。え、誰があのウルフピーを取りに行くんですか。いや、その採取方法まで知らないですけど売ってるんですよ。これはオオカミっていうのは群れで行動するから、群れで行動すると動物界の中ではね食物連鎖トップなんですよ。食物連鎖のピラミッドあるじゃないですか、はい、捕食者側なんですよオオカミっていうのは、うんうんうん、トップなんですよ。だからクマとかも怖いんですよ、オオカミの。オオカミの方が怖いの、はい、だそれを小瓶に入れてね、自分のそのテントのスペースの四隅に置いとくとそのエリアに入ってこないんです。本物だったらね。本物です僕のは。いやいやいや、いくらでした値段じゃない、ね、4,800円。あ、本物っぽいな。 500ml で 4,300円、まあまあするでしょ。しますね、はい、これでも誰が取るのそれ。知らないですよ。だってこれどうやって狼の尻尾こうやってだから採取方法までわかんないですけど、嗅いだらあこれ本物だって思いますよ。匂い嗅いだらもうね、なんて言ったらいいの、もう嗅ぐだけで自分がもう声だめの中にいるような感覚ですよ。そんなに臭いの、はい、あらこれがやっぱり効くんでしょうね。それを四隅に置く。置くんですよ、はあ、なんかおまじないみたいなね、はい、塩盛るみたいな魔法陣みたいな感じですよねゲームやってますねそうすると多分来ない。あの農家の方とかもね、ハクビシンとかね、その作物荒らされるじゃないですか。それ対策でやってる人もいるらしいですね。よくそんなの見つけましたね、はあ、まあほぼ使う機会ないですけどね。でもキャンプの時は必ず。必ずではないですよ、そのやっぱ限られたものじゃないですか。毎回買うわけにもいかないですし。え、ずっと使い回しできないの。小瓶に入れとくと一晩で揮発しちゃうんですよ。揮発するの、はい、やだなんでですか。いや、しますよそれは。そっか、キャンプっていつぐらいから始めたんですか。僕は3年半ぐらいですかね、キャンプ歴。3年半でその山奥で一人でやっちゃう、はい、やるんじゃないですか。いや、やらない。年数関係ないでしょ。え、なんでそんなにエスカレートしちゃったの。なんでしょうね、まあ僕は3年半ですけど、僕の師匠のひろしさんはもう十何年とかだから、その人についていくっていう形で。本当に弟子感ありますね。あるでしょ、うん、そっちに引き上げられたっていう形はありますね。はあ、そんなにしょっちゅう。もう休みになったらキャンプですよ。休みじゃなくてもキャンプ行きますよ。そんなにキャンプ。はい、収録でね、夜中のね、そのスタジオ収録でね、こう滑るじゃないですか相当ね心に傷を負った時はもう僕車にキャンプ道具積んであるんで、そのまま山に行く時あります。あ、もうそのための焚き火で癒されるっていう。あ、やっぱ癒されます。
ますか。癒されるんですよね。滑った思い出も全て燃え尽くしてくれるんですよ。Boys all rubbing neck while they're out making hay. Hey, I'm a wildflower growing in the sunshine, soaking up the way of life. I was raised in running barefoot, blooming in a summer shower, ponytail dancing. I can't help it. I'm a wildflower. Ooh yeah, ooh yeah. I'm a wildflower. Yeah, 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 yeah. I'm a wildflower. 三菱自動車ピートの不思議なガレージ。時は 2000X 年、日本は最先端の技術を融合し、あるマシーンを発明した。準備よし、起動。パパ安心しろ、パパが操縦する。ちゃんと捕まってろよ。発進、アウトランダー PHEV。 今日のターゲットはこの山か。くっ、なかなかハードだ。こうなったらスポーツモードオン。パパここまで楽だと気持ちいいな。パパ安心しろ、無事にお前を家に返してやる。回生ブレーキオン、エネルギーチャージ。パパパパ静かにして。あ、はい。アウトランダー PHEV は電気で走る車。せっかく静かな走りを手に入れたんだから、自然の音を楽しもうよ。あ、すいません。加速性と静粛性が進化した電気でかける SUV、 三菱ニューアウトランダー PHEV。 この道で合ってるかな。滝沢カレンさん、運転気をつけてくださいね。あ、三菱 EK シリーズは全車種サポカー、軽自動車初、歩行者への踏み間違い衝突防止アシスト機能も搭載。サポカーで EK。 作動には一定の条件があります。詳しくは三菱のお店で。ただいま。ああ、博士、マリアさん、お帰りなさい。あ、おせっかいな近所のおばちゃん、どこから入ってきたのよ。裏の木戸だよ。年中開けっぱなしじゃないか。不用心な屋敷だね。で、このやりとりはもう済んだんだよ。お邪魔します。役所さんも一緒だったんですね。屋敷の前でばったり出くわして。あんた市役所の女だろ。半年前は一緒に屋敷の様子を探ってたのに、今じゃこの一味の仲間らしいね。一味と言われても。役所さん、顔色が良くないみたいですけど、大丈夫ですか。あ、大丈夫です。それよりマリア先輩、大事な話が。何よ。博士ん、しばらく新一さんを連れ出してもらえませんか。じゃあ任せなさい。新一、これから便利カーでハードなキャンプの歴史を見に行こう。ああ、いやでも役所さんの話が気になるから僕は残ります。いいから来い。痛い、耳を引っ張らないでくださいよ。わかりました、行きますよ。ピート、おいで。西村さん、また出かけちゃって悪いんですけどね、キャンプの準備の続きよろしくお願いしますよ。いいっすよ、雑な扱いは慣れてますから。あんたたちどこに行く気。新一、ガレージの裏に回れ。裏から出るぞ。なんで。だっておばちゃんに便利カーが消えるところを見られたら面倒くさいだろう。あ、そっか、おばちゃんは何も知らないんだっけ。あ、面倒くさいな。よし、じゃあ新一、ピート、便利カーには乗ったな。それではハードな場所でのキャンプの歴史をたどる旅に、ヒアノウィーヌゴー。 If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.
66. Fly with me down. 66. 荒れた土地の真ん中に出ましたよ。岩盤の上に泥が薄く乗ったいわゆる土漠だ。アラビア半島にはこうした土漠が砂漠よりたくさんあるんだ。ってことはここはアラビア半島？そうなるな。8000年前だ。メソポタミア文明が生まれた頃のシリアだ。向こうで誰かがたくさんのヤギを追って歩いてますよ。ああ、砂漠の遊牧民ベドウィンだな。どんな時代のどんな言語も翻訳してくれる都合のいい装置をつけて話を聞いてみろ。はい。どこへ行かれるんですか？3日ほど歩いたチグリス川のほとりの牧草地までだよ。3日って夜はどうするんです？テントを張って中で寝るんだ。ラクダが荷役用に飼いならされて野営の道具を積んで運べるようになったので遠くの牧草地にも行けるようになったのさ。文明ってありがたいね。ああ、テントを見せてもらっていいですか？いいとも。よいしょ。分厚いんですね。ヤギの皮だからね。あ、そっか、布じゃなくて革製なんだ。でもってヤギの皮を棒と紐でピーンと張る。この棒の長さじゃテントはかなり低いんでしょうね。寝るだけだからいいんだよ。キャンプはこの時代から始まったんですか？そうだ。人類は1万年前、採集や狩猟の生活から農耕と牧畜の生活に移った。そして8000年前のこの頃、家畜の数が増えたために牧草を求めて家畜の群れを移動させる遊牧民が現れた。ああ、世界史で習った気がします。それでキャンプという概念が生まれたわけだ。キャンプの語源はラテン語で平らな広場を意味するカンプスだ。遊牧民が自分たちのキャンプを平らな広場に張ったことから来た言葉だ。ああ、大学のキャンパスも同じ語源だ。キャンプとキャンパスは同じ意味なんだ。では次はだ、時代をぐっと下って12世紀のモンゴル高原に行ってみよう。寒っ。近くに山が見えますね。ここはモンゴル高原の北東部。時代は12世紀の終わりだ。円筒形の丸いテントが立ってますよ。若者が枠の外側にテントを張る作業をしていますね。ビョル人族の若者だ。ちょっと話を聞いてみよう。やあ、テムジン。あ、こんにちは博士。ほほー、冬自宅かい？ええ、風を遮ってくれるこの山のふもとに今朝移ってきたところです。テムジンって聞いたことある名前だな。ジンギスカンの若い頃の名前だ。え、この人チンギスハン？大声を出すな新一、彼はまだその名前を知らない。テムジン、ちょっとこいつと一緒にゲルの中を見せてもらってもいいかい？どうぞどうぞ。ゲルってこのテントのことですか？そうだ、ユルタとも言うぞ。中国式に言えばパオだ。うわ、天井が高いし広いな。格子に組まれた骨組みは木ですか？はい、接合部をピンで留めただけの蛇腹式なので移動の時は畳むことができるんですよ。屋根や壁は何でできてるんですか？羊の毛で織ったフェルトです。冬は二重にしてヤクの皮をかぶせます。あー、暖かそうですね。はい、住み心地はいいですよ。でも僕はこんなゲルの中で一生を終えたくはありません。もっと広い場所に行って大暴れしたいんです。うん、テムジン、その夢はきっと叶うよ。さすがジンギスカン、意識高いですね。遊牧民は英語で言えばノマド。ノマドワーカーってのはみんな意識高い系なんだ。そういうこと？さあ、お次は19世紀初めのアメリカに飛ぶぞ。
19世紀初めのアメリカ中西部ウィスコンシン州の平原に到着だ。目の前に円錐形のテントが並んでる。数族のティピー、移動用住居だ。中を見学させてもらおう。やあ、赤い羽の勇者。博士、よく来た。そっちの猫連れたマヌケズラ、誰？マヌケズラ、あ、博士の友達の新一です。この猫はピートです。ティピーの中を見学させてもらっていいかな？許す、中入れ。中で焚き火をして鍋をかけてる。テントの中で焚き火をして大丈夫なんですか？上開いてる、問題ない。たくさんの棒を円錐状に立てて骨組みにして、その周りに膜を張ってありますね。膜は何でできてるんですか？バッファローのなめし革、丈夫で風通さない。はあ、なるほど。赤い羽の勇者、見学させてくれてありがとう。ああ。まあ、ここまで見てきたようにだ、砂漠のベドウィンもモンゴルのビョルジン族も、そしてアメリカのスー族も、遊牧民はみんな自分たちのテントを身近な動物の皮で作っていたわけだ。確かに。では次は1865年のアルプスに行こう。わあ、険しい山の中腹だ。しかも風が強い。スイスのマッターホルンの中腹だ。時代は1865年な。おい、外に誰かいるのか？ああ、俺だよ、ウィンパー。ああ、博士、そんな格好でよくここまで登ってこれましたね。君が考案したウィンパーテントの効力を確かめたくてね。ああ、新一、こちらはイギリスの登山家エドワード・ウィンパー。ああ、そしてこいつは友達の新一だ。ウィンパーです、よろしく。この三角柱を横にしたテント、あなたが発明したんですか？はい。従来のテントは棒を2本垂直に立て、間にロープを渡して、そのロープに布をかけて張るだけだったんだけど、僕のテントは両端に X 字に交差させた棒を立て、間に胸着を渡し、それに沿って布を張るんです。この方が設置も簡単だし、枠組みがしっかりしている分風にも強いんですよ。おお、この風にもびくともしないな。テストは大成功です。じゃあ我々はこれ以上風が強くなる前に失礼するよ。気をつけて。あれが今のテントの原型ですか？いや、今のテントはもっと新しい形をしているぞ。次の行き先は1967年のカナダ・モントリオールだ。人がいっぱい歩いてる。何です、この人では。1967年のカナダ・モントリオール万博の会場だ。大阪万博の3年前に開かれた国際万国博覧会だ。目の前にそびえてるガラス張りの球体状の大きな建物は何です？アメリカ館のジオテックドームだ。やあ博士。あ、いやあ、フラ、ちょうどいいところであったね。こちらの立派な紳士は？ああ、建築家のバックミンスター・フラーだ。よろしく。紳士と言います、はじめまして。どうだね、私が設計したこのジオテックドームは。ああ、美しいです。でも、なんで球体なんですか？生き物の卵が全て球体なのはなぜだかわかるかい？さあ、外からの力に一番強いからだよ。建物だって球体が一番強いはずだ。それが私が提唱するジオテック理論だ。このドームはその理論を具現化したものなんだ。まあ、ゆっくり見ていってくれ。ありがとうございます。
フラー博士のジオテック理論を使ってアウトドアメーカーのノースフェイスがこれから8年後の1975年にドーム型テントオーバルインテンションを発売する。そのテントをイギリスとカナダが南米パタゴニアに派遣した探検隊が使い時速200キロの暴風に耐えたと報告した。すごい。休憩場のテントは外からの力を受け流せるので風に強かったんだな。それ以降テントの主流はドーム型に変わったってわけだ。なるほど。それが分かったら現代に戻ってハードなキャンプの話を聞こう。三菱自動車ピートの不思議なガレージ。ハンドルを切る。思い描いた通りに車が曲線を描いていく。心地よい重力が体を包み、また次のカーブが楽しみになる。まっすぐな道なんてつまらない。三菱エクリプスクロス。わあ、かっこいい車。これはね、見た目以上に加速がとっても進化したアウトランダー PHEV なの。でもね、うわあ、かっこいい車、これ乗りたい。見た目は変わっても中身が進化しない人もいるのよ。うん、中身がちゃんと進化した三菱ニューアウトランダー PHEV。 ばあちゃん、お話読んで。昔昔あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に、三菱デリカ D5 で行きました。なんで D5？ 川辺の道には 4WD とクリーンディーゼルが欠かせないでしょ。ああ。おばあさんが洗濯をしていると、どんぶらこと大きな桃が流れてきました。おばあさんはその桃を三菱デリカ D5 に乗せて帰ると。なんで D5？ 荷室広いでしょう。ああ。よかったね、三菱デリカ D5 で来といて。でもおじいさんは山へ芝刈りに徒歩なの？あるじゃない、特別使用車のジャスパーが。ああ、さあ、富士五湖の一つ最古のほとりにある野口健さんの事務所、森の学校の前に来たぞ。いや、博士、お久しぶりです。野口さん、お出迎えどうもすみません。わわわわ、登山家の野口健さん。僕、新一と言います。はじめまして。はじめまして、新一くん。野口さん、今日はこの新一とオートキャンプ場ではなく、もっとハードな場所でやるキャンプのことを勉強して回っているんですがね、野口さんの経験もお聞かせいただけませんか。はい、お任せください。あの、野口さん、今までに、はい、本当にいろんな場所で、はい、過酷なキャンプってもうされてますよね。僕のキャンプはやっぱヒマラだよね。ヒマラヤ行くとだいたい2ヶ月なんですよ。2ヶ月？ 2 ヶ月、はい、どうして2ヶ月かっていうと、距離が遠いんじゃなくて、まずベースキャンプがいるじゃないですか、下から、はい、ベースキャンプがね、5000メートルぐらい。ベースキャンプも5000メートルのところなんですね。すごい高さです。スタートがね、2000メートルぐらいからずっとキャラバン、あのトレッキングして、でゆっくりゆっくりゆっくり時間をかけてベースキャンプに入るんですよ。で、ここ5000メートルね。次は第一キャンプ、5800メートルぐらい、はい、第2キャンプが6400、第3キャンプが7300、第4キャンプが8000メートル前後ですね。8000メートルぐらい。で、最後山頂なんで8800なんですけど、第1キャンプ、第2キャンプ、第3キャンプ、第4キャンプを作ってちょうどなんですけど、その間をベースキャンプからまず第1キャンプを登って降りて登って降りてを繰り返すんですよ、何回も。これを繰り返しているうちに、だんだん第1キャンプのあたりの薄い空気に体が慣れるんですよ。これ例えばなんですけど、はい、第1キャンプまで登って、はい、でそこに行って体を慣らすっていうのじゃダメなんですね。一回やっぱり降りてこないと。やっぱね、ずっと上にいるとね、体が持たないのね。食が落ちるし、僕も 8000m 登ると、そうだな、だいたい10キロとか最大14キロぐらい体重落ちるんですよ。え、そんなにですか。あ、もう2ヶ月間で体重ってもうドーンと落ちるので。なので、ベースキャンプが 5000m ちょっとで、5000ぐらいならまだ空気がまあまあ酸素濃いので寝れるし、ご飯食べれるし。ただ6000、7000、8000、もう上行くと食欲がもうなくなるしね、気持ち悪くなっちゃって。なので、あまり山に行かない方がいいね。あの行くなら6000メートルまで。6000までがちょうどいいですよ。そうですね、うん、新宿もね、6000までにしよう。いや、僕は6000も6000までだとそんなにダメージがなくて、6000超えると一気に来るんで。でもその時の、例えばテントでもこう寝泊まりだったりとか、うん、食事だったりとかっていう状況もかなり過酷になっていくんですか。上に行けば行くほどね、結局水がないでしょ。で、7000メートル超えると1日6リッターぐらい飲んだ方がいいんですよ、水を。水を
結局ね、究極に上って乾燥してるので歩いてるし、で氷河って寒いんですけど、日中は晴れると灼熱になるんですよ。暑いんですか？ここね、氷河って谷底にあるので空気がこもっちゃうのあるんですけど、全部が反射してるので鏡の中歩いてるみたいなもんなんですよ。だから例えばメガソーラーがあるじゃないですか、はい、メガソーラーの巨大なメガソーラーの中を歩いたら多分ね焦げるんですよ熱がすごいです。あ、それに反射がすごくて、だからもうサングラスがないともう目がもうすぐやられちゃうし、もうサングラスがない生活は無理ですから氷河は。ちょっと曇ってるじゃないですか、はい、あ、いらないかなとサングラス取ってるともう目真っ赤になりますね。紫外線がねものすごく来るので、反射がとにかくすごい、ね、すごい。なので焦げるんですよ体はね。だから本当にもう脱水になってくるんですよね、乾燥してて。とにかく水分が足りなくなる。水分が足りなくなると血がドロドロになるんですよ。で血がドロドロになると薄い空気を全身に回してくれないんですよ。要するに薄い空気を吸ってできれば全身に回ってほしいんですよね。で血液が運んでくれるので水分を大量に取ってこうサラサラにできるだけしてこの薄い空気を全身にこうぐるぐる回していくんですけど、だから水分を飲まなきゃいけないんですけど、上に行くともう氷じゃないですか、雪もなくなるんですよ。氷河でしょと、その氷をこうやってピッケルで砕いてそれをお湯にしなきゃいけないんですけど、硬い氷なんですよ。だって山頂付近の氷がゆっくりゆっくり降りてきて何万年もかけてる氷ですよね、はい、もうピッケルでもなかなか砕けないんですよ、硬すぎて。それをやっと砕いてそれをコンロに入れてまず水になるまで永遠と時間かかるんですよ。簡単に溶けないんですか？溶けない、もう溶けないんですよ。それは火というかその持っていったガスバーナー、ガスバーナーで、はい、温めるわけです。温めるんですよ、はい、だから水を作るのも大変で、特に下から登ってテントに着くともう辛い、疲れてるでしょ。で高山病で頭痛いんですよ。頭痛いなとか吐き気とかすごいんですけどそこで、ああ水作んなきゃ、もうその水を作るのがもう本当に苦しくて、もう氷砕いてでずっと見てなきゃいけないでしょ。でもやっぱこっちも疲れてるんで溶かした時についついうとうとするともうお湯になった頃にね、なんかねコロンってひっくり返しちゃってね、もうテントの中熱湯だらけになるんですよ。でギャーとか言って、でギャーとか言って、それが要するに夜になると全部テントが凍りますからね、濡れてるところが。寝袋濡らしちゃうと夜はもう寝袋がシャーベットになっちゃうんで、だから本当は寝るにも寝れないし眠いし疲れてるし、うーん、いや本当だ。上に行けば行くほどトイレ、あ夜出てて、あトイレ行きたいなって思うじゃないですか、はい、吹雪いてる時も多いじゃないですか外が、はい、もう音もすごいんですよ、雪が当たる音とか。これでうんちしに行くのって思うわけですよ。うんちってあら下半身脱ぐでしょ表でできます、ズボン下ろすじゃないですか。下ろします。もうそれを想像するとありえないんですよ。いやまあそう想像したくないですね。前の30度ぐらいでしょ。それでテントのジッパービーって開けるともう吹雪の雪がバーッと入ってきてね。やっぱ一回南極行った時に南極のブリザードが本気ですごくてテントが吹っ飛ぶぐらいすごいんですよ。でうんちしたくなったんですよ、はい、もうね恐怖、テント出るのそうですね、ジッパー開ける指が震えますからね。あーとか言って もうこっちも待ってくれないし、これ一瞬でビーッと開けたらもう本当にブリザードがブワーッと入っていて、でも髪の毛が瞬間的に凍るんですよ。それでまあテント出てもう遠く行けないテントの真横で、はい、真横でテントをこう掴むようにして体が飛ばないようにでトイレしたんですよ。お尻とかもなんか凍っちゃいそうですよね。凍りますよ。だからお尻とか拭けないですよね。まあでも要するに日常生活が大変なんです。もう全てがこう食べる、出す、寝る、全部が難しいので。実は僕、はいはい、あのアウトランダー PHEV っていう車に乗ってるんですね。ほう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 。で、あの僕の車はコンセントが使えて、で電気を結構簡単に使えるんですよ。僕も乗ってますよ。え、僕さんも乗ってる。僕もアウトランダー乗ってますよ。アウトランダーの PHEV。え、はい。ていうか あれですよ、僕ね三菱自動車のアンバサダーやってるんですよ。あ、それは去年からアンバサダーになってアウトランダーを乗ってるんですよね。そうなんですね。そうなんですよ。僕それで、はい、まあ、実際こうキャンプとかであんまり活かせてなくて、うん、その PHEV の良さみたいなのを、うん、なんかあの車ならではのこの例えば野口さんの使い方だったりとか、ね、キャンプのね魅力で言うとアウトランダーっていうあの PHEV ってガソリンが満タンだと一般家庭が使う電気の量ってあるじゃないですか、はい、それの平均一般家庭が使う電気の1週間からね10日前後電気を発電できるんですよ。でその電気を表に出せるので、だから例えば、まあ、テントのライトも余裕のよっちゃうんですよね。だから例えばスクリーンとか持ってくとね映画見れるんですね。僕それまだやってないんだけど一回やってたなと思ってね。気持ちいいですよね。あ、待てよ、また虫が寄ってくるかな、うん。まあでもね楽しいですよ、まあ、充電できるしね携帯もね。いやそうなんです、そうなんですよね。だから新車もそうですけど燃料はあったりするわけですよ、はい。そうするとガソリンがなくなればちょっと走ってガソリンを満タンにして戻ってくればまた10日間電気が作れるんです。だから電気がなくなるとみんなパニックるわけですよ。でもみんなもう連絡されできないし、はい、要するに携帯が落ちると要するにみんな電話番号覚えてないんで、友達の電話番号も。確かに。だから充電できるところで人が殺到するわけですよ。みんな食べ物いらないからもう電気くれみたいな話になるんですよ。だから電気なくなった時の弱さ、じゃあ電気が必要だと思ったらどうやって電気を確保するのかっていうとね、その中でアウトランダーっていうのは一つの選択肢ですよね。
I've been a walking heartache. I've made a mess of me. The person that I've been lately ain't who I want to be. But you stay here right beside me and watch as the storm blows through. And I need you. 'Cause God gave me you for the ups and downs. God gave me you for the days of doubt. And for when I think I lost my way, there are no words here left to say it's true. God gave me you.役所、大事な話って何よ。おばちゃん、近くにいないですか。大丈夫、向こうでバイキングの西村さんとキャッキャ言いながらスタッキングの練習をしてるから。こうね。違いますよ、クッカーよりフライパンが先ですよ。ほらね。で、話って何よ。マリア先輩、私気になることがあって1週間ずっと調べてたんです。そしたら嫌な予感が的中して。驚かないで聞いてください。マリア先輩はロボットなので戸籍というものがないんです。だから何よ。戸籍謄本がないと市役所は婚姻届を受理できないんですよ。なんとかならないの。貴乃花親方の引退届だって書式に不備があっても相撲協会は受理したじゃない。それとこれとは話が違います。でもその話をなんで最初に私に。新一さん、こんな話を聞いたら絶対失神しちゃいますよ。だからまずマリア先輩に相談しようと思って。確かにこの話をどう新一に伝えるかは問題ね。はぁ、でしょう。あれ、向こうの二人急に落ち込んじゃったようですよ。ああ、私の患者、結婚の話流れたね。続いては茨城県常陸大宮市の御前山青少年旅行村キャンプ場に到着だ。博士、ここです。いやー、どうも川口さん、久しぶりです。新一、こちらは自然学校ワイルド&ネイティブの代表で自衛隊サバイバル教官もされている川口拓さんだ。はじめまして、新一と言います。新一くん、はじめまして。川口さんはな、マッチを使わずに火を起こしたり釣りで食料を得たりする自然の生活の知恵、ブッシュクラフトの専門家なのだ。川口さん、この新一にブッシュクラフトについて教えてやってもらえませんか。わかりました。そもそもなんですけど、はい、そのブッシュクラフトっていうのは何なんでしょうか。はい、なんかブッシュクラフトってですね、まだまだ日本ではこう定義しきれてないというか、いろんな方がブッシュクラフトはこうだっていうふうにこう定義してらっしゃるので、まあ一概には言えないんですけども、はい、サバイバル術で楽しむ新しいキャンプスタイルっていうんですかね。サバイバル術で楽しむ新しいキャンプスタイル。はい、はい、なんかサバイバル術っていうと聞こえからしてかなりそう厳しい嫌なイメージですね。そうですよね、サバイバルって聞くと。はい、はい、ただなんか中にはとても楽しい部分もあって、例えば火をこうマッチとかライターを使わずに起こしてみたりとか、そういうサバイバル術の中にはこう楽しい要素ってすごくいっぱいありまして、サバイバル術を遊びとして趣味として楽しむみたいな、それをなんかブッシュクラフトっていう風に定義させていただいてますけどね。これが、例えば普通のアウトドアのキャンプとは、はい、まだちょっとやり方というか使う道具とかいろいろ変わってくるっていう感じなんですかね。まあ、ブッシュクラフト用の道具っていうのもたくさんあるんですけど、傾向としてはキャンプからちょっと道具を減らす代わりに、その分技術とか技能で減らした分の道具を自分で作って楽しむっていう感じですかね。自分で作るんですね。そうですね。それは実際に行って、はい、その場で作るんですか。その場でこう作るっていう、クラフトっていうのがなんか作るっていう意味があるんですよね。で、広い意味では技術とか、なんかそういういろんな広い意味があるんですけど、その作る時間を楽しむっていうんですかね。
意外とだから一人で行かれる方が多くて、一人でこう焚き火をしてちょっとまったりとね、美味しいコーヒーとかでも飲みながらゆっくり落ち着いた雰囲気の中でこうナイフでこういろんなものを作るみたいなね。自然の中でこうものづくりをするっていう感覚なんですね。そうですはい。これブッシュっていうのはどういう意味ですか？あの茂みとかね、林も森も草むらもみんなブッシュっていう一括りに。茂みとクラフトで作るってブッシュクラフトって。そうですね、茂みのだから大きな意味だと多分クラフトっていうのは技術っていうふうに訳した方がその森の中で、生きるための生活するための技術全般っていう風に捉えるのが一番いいかなっていう感じはしますけど、個人的にですけどね。なんかブッシュクラフトをやるときに最低限を持っていくものっていうのもあるんですか？これだけは。これもね、やっぱり例えばナイフ1本っていうそういうブッシュクラフトもあれば。ナイフ1本ですか？ナイフ1本っていうブッシュクラフトもあれば、ルールはないのでどの程度を持っていくかっていうのはやっぱりそこも自分の腕と現地環境と相談して、それこそナイフ1本でも、その一夜を明かせられるものなんですかね。例えば火を起こすっていう時にもいろんなまあ起こし方がありますけども、例えばちょっと太めの枝を少し細かく削って燃えやすい状態にしてですね、で燃えやすいものからだん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 薪を太くしていくっていうのが大体焚き火のつけ方ですけども、雨なんか降った時に薪が濡れてると、例えばナイフ使ってその中の乾いた部分を削り出すっていうテクニックがね、あるので、その燃やす材料もナイフでこう作るわけ、作るっていう方もいますよね。あと箸からナイフから器から、そこ食事するための器とか箸もそれこそ木を削って、木を削って、あとはそのポットを引っ掛けるポットクレーンとかポットハンガーって言いますけども、ポットを吊るすなんか仕掛けとかそういうのも現地のものを使って作ると。でもなんか川口さんがやられてるようなブッシュクラフトってこう手間を一つ一つかけるわけじゃないですか、はい、その楽しみだったりとか魅力っていうのはどんなところなんでしょうか？結局サバイバル術を使った遊びだけども同時にサバイバル術でもあるわけですよね。だからあの緊急時一人で孤立してしまった時にすごく役立つ技術で、それ知ってるだけでこう生き延びられる技術っていうのも大げさじゃなくたくさんあるんですよね。具体的なテクニックみたいなものって何かこうあったりしますか？とりあえずこれだけあれば生き延びられるよっていう要素があるので、まあ人間あの空気を吸うことができて体温保つことができて、これあのもう優先順位そのまんまですけど、まあ空気なんてこう3分もね止まってればこう人間死に至るって言われてますけど、でサバイバルな状況に陥って命を落とされてしまっている方の一番の原因というのが体温の低下で亡くなられているので、まあ、体温を保つことができて、水があって光と熱をこう与えてくれる火があって、で食べ物があればとりあえずは最低限生きるっていうことはできるわけですよね。この5つだけあればいいですよ。これなんか体を例えば熱を逃がさないようなテクニックみたいなものってあったりするんですか？大きく分けると外的熱源を使うっていうのと、今自分が持ってる体温外に逃がさないっていうね、2つの方法に分けられると思うんですけど、優先するべきは後者ですよね。今自分の持ってる体温をいかに逃がさないようにするか、例えばそうですね、まあお布団とかね厚着のものがあればそれでいいんですけど、なければ例えばそこにもなんかいろいろこうふわっとした乾いたもの、それを体の中にこう詰め込むとか、自然の中だったらもう落ち葉をこうね、まあダニとかそういうのがいるかもわかんないですけども、とりあえずそこで体温保てないと3時間と数時間と生き延びられないわけですから、でサバイバルの法則で1分でも長くね生き延びると助かる見込みっていうのはねどんどん増えてくるんです。だから究極の状態だとなんかダニウイルスにやられるかもしれないけど、体温保たないともう数時間しか持たないんだからって言ってそれを天秤にかけなきゃいけないこともありますけど、これ服の中に例えば落ち葉とか入れるだけでも、あ全然違います、違うんです、ね、全然違いますよ。体温がその逃げないというか、逃げないです、逃げないです。あとは濡れない場所にこう移動してなるべくその中にこう、逆にそれであの我々着てるこのコットンっていうのは濡れるとものすごく我々の体温を奪うので、状況によっては脱いじゃった方がいいぐらいですよね。三菱自動車ピートの不思議なガレージ。ハンドルを切る、思い描いた通りに車が曲線を描いていく、まっすぐな道なんてつまらない。三菱エクリススプロス。すいません、もう一回やらせてください、はい、すいません、はい、じゃあもう一度社名のところお願いします。エクリプスクロス、はい、エクリプスクロスですね。エクリス…エクリススス…ススじゃなくて違います、
エクリプスですね。あ、プスか。あ、すいません。いや、いい車だってことはちゃんと分かってるんですけどね。三菱さん怒られちゃうね。すいません。難しいですよね。でも一回お願いいたします。お願いします。三菱エクリスプスロス。この CM は三菱自動車がお送りしました。詳しくは三菱エクリプスクロスで検索を。エクリプスクロスですよ。ミニバンじゃたどり着けない、 SUV じゃ積みきれない、さあプレイザーネイチャー、三菱デリカ D5 ジャスパー登場、もっとアウトドアへ。さてと、おばちゃんに見つからないようにガレージの裏に戻れたぞ。ただいま。キャンプの話たっぷり勉強してきましたよ。あれ、4人ともすっかり暗い顔で、どうしたんです？あ、それはその、私と西村さんは巻き添えだよ。新一、役所から聞いたんだけど、私に戸籍がないから市役所が婚姻届を受理できないんだって。そうか、そりゃ計算外だ。マリア先輩、いいんですか、そんなドストレートな伝え方をして。こういうことはスパッと伝えた方がいいのよ。それって、僕らは永遠に結婚できないってことですか？そうみたいね。せっかく勇気を出してプロポーズして、マリアさんもそれを受けてくれたのに、僕そんなの嫌だ。あらららららら、おい新一、どこ行くんだ？あ、もう一人でヒマラヤの奥にテントを張って暮らします。なんか取り返しがつかないことになってしまった気が。ああ、結婚記念品プレゼントどころじゃなくなっちゃったわね。ということですので、先週から始めた新一マリアの結婚記念目覚まし時計のリスナープレゼントは急遽中止します。その代わり、新一への励ましのメールを送ってください。何です西村さん。僕のセリフじゃないんですけど、相方のセリフでこういう時にぴったりな言葉があるんですよ。よかったらみんなで一緒に叫びませんか？あれ。ああ、確かに今はそのセリフの気分かもしれないですな。その言葉しかないですね。じゃあ全員で行きましょう。いいですか？3、はい。なんて日だ。三菱自動車ピートの不思議なガレージ。このお話はドライブユアアンビション三菱自動車がお送りしました。